どうも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 皆さんこんにちは。きよ,きよでございます。はい、この動画ね、30分40分とかになってると思うんですけれども、今回、とろあげをしていきながら雑談していこうかなと思います。4175ですね、今ね。編成は、えー、っと、ヘビーメタでいきたいと思います。で、私ですね、マルチでのヘビーメタは、 えー、そのマルチプレイでですね、両方シングルインフェルノではなくて、両方マルチインフェルノではない時があるんですよ。てか、それが結構多いんですよ。大トロが出た時に。それ、大トロが出た時にシングルインフェルノがあってですね、これで、あのー、あ、ちょちょちょ,ちょ、ちょちょ、これ、ちょちょ,ちょ、これで、それでですよ、あのー、大トロを諦めるっていうのがもったいなすぎるので、私、フリーズを2発持っていってる編成でいきたいと思います。はい。 では、いきたいと、思います。原作。もう、こっからね、もう、オフな感じで、いきたいと思います検索もうこっからねもうオフな感じでいきたいと思いますちょっと、炭酸。今日はですね、今日ご紹介する商品はこちら。プルルル,ルシューカー。あ、やばいやばいそれ、それやばい、それやばい。えー、ドデカミンということで、ドデカミン飲んでいきながら、いきたいと思います。開けます。どうすかいい音取れました今。プシュって。 あードデカミンうまいよし。ドデカミンのね、ドデカミンね、いいんすよね。私結構オロラミン C とか好きなんですよ。そう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 。で、オロラミン C が好きで、で、オロラミン C ってこう高いじゃないですか。まあ高,高いのかなあの1本100円ぐらいしますよね。120円とか。それがですね、ちょっとね、まあもったいないんですよ。ということで、 ま、デカビタとかあるじゃないですか。それも好きなんですよ。だから、ドデカミンはですね、私の中で、あれなんですよ。あのー、オロラミン C なんですよ。味、味がね。だから、ちょっとドデカミン好きなんですよね、ほんと。最近もですね、ドデカミンを箱買いしましてですね、家に48本届いたんですけども、ほんの2週間ぐらいでもう、もうないっすね。ほぼほぼ。うん。いや、長えな、おい。これ、この動画、なるべく編集したくないですよ。編集しないで、こう、 ありのままのね、とろあげをね、ちょっとやりたいと思うんですけれども。うーんと、あー、じゃ何やったね。お、外出しだ。オッケーオッケーオッケー。外出しめっちゃきますよ、ほんと、タイタンリーグは。ほんとに。冗談抜きで。冗談抜き。はい、ありがとうございます。これだけで、23万、23万1600ですからね。 で私ね、タイタンリーグでの外出しが、やっぱ、ひえー、昼とか朝とかよりも、やっぱ夜が多いかなっていうのはなんか思いますね。はい。うん、そうですね。やっぱ皆さん、夜って言ったら9時から11時、うん、いや違う、8時から11時あたりですかね。結構美味しいですね。うん、これね、この動画見てる人いるんですかね。だってこう、雲じゃ、雲ですもん。あ、やばいやばいやばい。雲ですもん。 なんか喋りますなんか。しりとり、しりとり。ああ。しりとりしましょう。はい、しりとりしましょう。りんご。ああ。りんご。はい。あ、え、絵文字しりとり。あ、つまんない、つまんない、つまんない。つまんないよ、こんなの。 じゃ、どれか見飲みます。あー、起きた。まあ、1ですよね。ですよね。基本的にわ、私、タイタンリーグでどれぐらいの時間回しているかというと、基本的には、2時間ぐらいですかね。うん。多分、この動画30分、40分じゃ終わんない気がします。はい。きた。お、外足来ました。こういうことなんですよ、要は。 本当に皆さん、タイタンリーグいいっすよ。<laughs> タイタンリーグ本当美味しいっすよ。マジで,で。これでまた23万、23万ですからね。美味しいっすよ、本当に。来た方がいいっすよ。うん。ほら、もうリンゴで止まってますからね。まあ、今朝なんでね。うん。ちょっと、皆さん起きてないっていう可能性もありますけども。まあ、さっきおはようございますって言ったんですけどね。そうですね。皆さん寝てて、ほら。 ゴリラ。ゴリラ。ラッパと。これラッパを絵文字で送るんですよ。絵文字。あ、でもそうするとアンドロイドユーザーは結構厳しいかもしれないですね。うん。いや、ちょっと一応。あ、じゃあ援軍ありがとうございます。援軍ありがとうございますよ。もう、風、風邪引こう、風。ね。えー、検索。違うな。検索。 検索、あ、やばい。うーん、来ねえよな。外出しが美味しいから、外出しでいいっすわ、ほんとに。撮影、撮影、ナウですあ、でも、いや、これはやめとこう。撮影ナウですやめとこう。そうするとね、撮影ナウですって言っちゃうと、こう、皆さん、こうね、なんか、ちょ、ちょっとこう、ちょっと改めちゃおうかな、みたいになっちゃうんで、こうね、素のね、あ、ゴーレムゴーレムちょっと送ろうかな。 うん、じゃあ3秒、5秒、5秒、あじゃあ次検索して、次検索して出て、送られてなかったらちょっと送りに行きます。うん、送りに行きますね。誰が得するんでしょうかこの動画は。この動画は、果たして誰が得するのでしょうかはい。 ちょっと送りに行きたいですねやっぱゴーレムをね、やっぱ要求するっていうのは極限の状況だと思うんですよ。私も。私も、そうなんですよね。極限の状況でゴーレム要求するんですよね。まあ、それはないですけど。こういう兵が出来上がってる時に、えー、ゴーレム要求してゴーレム入んないと結構こう嫌ですよね。はい。やっぱ援軍ってポチれないじゃないですか。まあそのじ、援軍の時短はできますけど、援軍が入ることに時短はできないんで。 やっぱちょっともどかしい感はちょっと送りに行きますね。かわいそうなんで、ちょっと。やっぱ、ありますよね。どっちだどっちとも12か。ああ、何、何見てんねうーん。なんか、なんですかね。これね、わかったわかったわかった。これね、まあ、こういう、長時間耐久のこドって、えー、 あ、ち,ちょ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 、ちょノリピーさん。ノリピーさんすいません、ちょっと。ちょ,ちょ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 、これなんで通知来るんだ、これ。お休みモードにしてんのにな。お休みモードにしてても来るんですかね。まあ、とりあえず全部オンにしとこう。とりあえず全部オンにしとこう。うん。まあ今、ノリピーさんの ID しか多分映ってなかったんで、多分大丈夫ですよね。内容映っちゃうとちょっとあれかな、みたいなのあるんですけども。はい。で、わかった。わかりました。あのー、 ま、よくこういうことありますよね。こういう雑談的な回あると思うんですけども。そういうときって、下にね、あの、ネタ帳雑談雑談ネタ帳っていうのを置いとくんですね、多分ね。だって喋ることないっすもん。うん。喋ることない。じゃあ最近あった面白い出来事。話す、話しますか最近あった面白い出来事なんだろうな。 皆さんあります <laughs> と言って、返事が返ってくるわけもないんですけど、あ、ちょ最近ね。あ、来た。最近、馬刺しが食べたい。馬刺し。皆さん、馬刺し好きですか馬刺しっていうのは、生肉なわけですよ、要は。もう馬のね、お肉のね。えー、まあ、要するに、まあ、ユッケとは違う。まあ、ユッケとは全然違うんですけど、馬刺し好きなんですよ。好きというか、ちょっと食いたいんですよね。あの、まあ、タレに。 にんにく溶かしてちょんちょんつけてパクン食べてでこう玉ねぎとかもちょっと添えてね食べたいんすよどうでもいいどうでもいい食べたいんすよあこれはあ1なんすよね要は要は1しか来ないんすよちょっとおだかみ飲みます あと,あとさああとさあだってあとあとさあでよくないですかあト,トランペットんなんだこれラッパーんルーフェンゴザウルス何事っすか何事っすかじゃあもうちょっとなんかもうクリオクリオポンとクリオポンときた33ダメだな今回は中トロでも攻めますかね まあ、4175ぐらいじゃないですか、今、私。まあ、どうれ、どうなんですかね。大トロを探しに行くと、本当にもう4時間とかかかっちゃうんですよ。大トロ、本当の大トロですよ。本当に27とか33とか、まあ、たまに出る44とか、55とかたまに出るんですけど、本当にたまにですよ。あの、小学生がよく言うたまにとかじゃなくて、本当にたまに出ますよ。お今、今ぐらいの感覚で出てくれると嬉しいんですけどね。 マジで。で、こう、何でしたっけあの、今何の話してた。あのー、そうなんですよ。で、15ぐらいが、まあ普通に出るんですよ。15ぐらいなら。まあ15ぐらいなら行きますがね。星2で10取れるんで。でも私最近防衛の時に、私今基本外出しで防衛してるんですけど、あのー、タウンホールをウィザード1体で取った後、ガチ攻めで、 あの、星に取ってくるっていう人が非常に多いんですよ。それでマイナス10とか、普通に持ってかれるんですね。どうしようかな。なんから、タウンホール中入れの方がいいのかな、とも気がするんですけどね。ちょ、そこはちょ、っとトミーさんに聞きますわ。ちょっと。とろあげの。はい、ちょっと。先輩としてね。先輩というか、一生ぐらいの時期には始めたんじゃないですかね。確か、とろあげ。そうなんですよね。た、多分同じぐらいに、 タイタン目指してたんですよ。そう,そう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 。私がこう、まあ、トロ上げいいなーとか思ってたんですね。で、もうすぐ防衛施設もレベルマックスになっちゃうしなーっと思ってて、ここでね、トミーさんのツイッターで、東京ゲームショウでは、東京ゲームショウではちょっとなんかこう、えー、まあ、タイタン行きたいなーみたいな、そういうお話をちょっとされてたんで、あ、なるほどと。あ、確かに東京ゲームショウで、 結構いろんな人が来るのであれば私もトロフィーでドヤ顔できるなと思ってですね、そのトミーさんのその、まあ、ツイッターか動画かどっちかちょっと忘れちゃったんですけど、ちょっと見て、トラげしたらトミーさん今4700とかですよね、確か4600ですよね。ですよ。ですよ。私も4100っすよ。 な何が違うんですかねまあ、要するに、だトミーさん、本当にミスがないんですよ。私結構ミスってですね、4千四0 1 0 0に乗るまでに相当ミスったんですよね。もう、1週間かかったんですよ。4000から4100に上げんのに。それ、ただのバカで、結構本当にあの、ミス、あの、4080ぐらいまで行くんですよ。ほしたら、ミスってマイナス38。あ、マイナス38ゃないな。 中トロ攻めるからマイナス二25とか食らって、で、うわ、苗えて、うん、まあ、防衛で、あの、防衛で防衛できると、すんごいトロフィー上がるんですよ。あの、もし相手が47%とかでミスった場合、37とか、まあ、25とか、一気に増えるわけですよ、トロフィーが。それ、狙っちゃうかな、とか思って、ターンホールを中に入れるんですよ。そうすると、まあね、まあね、普通に星に取られて、マイナス15とか。 ミスって下がったのにさらに防衛で下がるみたいなそういうのを繰り返して繰り返してで最後はまあ私動画にもあげましたけどねあのタイタン行ったぞーっていう変な動画うん誰が得するんだっていう動画ですけれども出してそこでねそこでえー、っとリプレイ載せましたけどあれで33のリプオートロスからねあれ話しちゃいますあれあれあのネタ話しちゃうあれ言ったっけ 私、あのー、タイタンの動画あったじゃないですか。タイタン行ったぞっていう動画。あれでトロフィー33出たんですよ。その前にもですね、あのー、その前に、その、ほんの5分前に、大トロ25出てたんですよ。25。で、17くらいゲットしたんですよ。星2で。それなんでかっていうと、あのー、あ、めんどくせえなと思ったんですよ。夜に、夜にトロ上げしてて、あの、あ、 へめへのこうへの生産待つのめんどくせえなと思って、エメ攻めしたんですよ、エメ攻め。ポチ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 ,ポチはい攻撃みたいな。やったんですよ。そしたら、一発目で25が出たんですね。うおーっと。うわ、マジかと。エメの力すげえな、思って。で、そこで攻めて星にとって、そこから、あ、これ来てるわ。あ、これ来てるわって、こう、なんか <laughs>、なんつうんでしょうね。 な何つうんだろうテンション夜のテンションとかそういう気ではなくてあいけるな虫の知らせってやつでこうまたエメゼメしてポチ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 っつってヒーロー回復ゴーレム作る3パンパンパン攻撃っつったら2発目に33が出たんですよそしてヒーローがいない両方、えー、マルチインフェルノ神ですよ神村ですよ まあそこ星さん取れなかったのただのバカなんですけどね、ほんとに。なんで星さん取れなかったのまあ、リプレイ見返してても、まあ、スケルトントラップかなとか、まあ、いろいろ思ったりするんですけどね。うーん、まあ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 。敵出ねえな、おい。敵出ねえな。ちょこう喋ってると、喉が痛くなるんですよ。さあ、ドダカミ飲みまーす。 1> 1かよこれ無理な気がしてきたこの動画え、この動画この動画無理な気がしてきましたよ正直正直え、マジでえ、マジだ今何分回してます今今15分ですよね15分で今敵が出た回数って多分10回ぐらいだと思うんですよであこ、これ無理かなこれ これなんか厳しい気がしてきたな。あのー、そうなんですよ。多分おそらく、しかも今日日曜日じゃないですか。関係あんのかなそれ。多分日曜日って、日本だけの日曜日じゃないですよね。あのー、アメリカとかも今土曜日ですよね。多分、多分多分。ね。中国とかをもうバリバリの日曜日だと思うんですよ。ですよね。うわ、そうすると皆さん休みで、 ちょっと回しようかみたいな感じだと思うんすよねだからこんだけ敵が出ないってのもあると思うんですけどもああなるほどねなんか恐竜の話になってますけどふんとふんふんとふんとああと10回以内に出なかったらやめます <laughs> あのー、私ね、今ね、タイトルをどうしようか、今すっごい迷ったんですよ。やめますってストレートすぎだなと思って、いや、それはつまんないと思って、なんとか10、あのー、なんていう人気商品10個当てるまで買えれま10ってあるじゃないですか。それをね、ちょっと真似て、うーん、なんとか10にしたいなと思って考えて考えて考えて、結果、やめますと。ちょっとね、私の、ちょっと脳内スペックがね、ちょっとね、ダメですね。はい。 遅いあと10回あと10回待ちましょうあと10回10回は待ちますよねうんいや眠い朝だから眠いんですよ朝だから朝起きてじゃあ今日の一日話しちゃいます朝起きますでこうちょっと Twitter 確認してでちょっとこうクラクラ確認してシールド残り1時間とかだったんですようわっね1時間寝1時間多く寝てたら死んでたわとか思ってて えー、起きてですね、えっと、ドデカミントリーに行って、じゃあ今日トロゲ、トロあげするかと、でもちょっとなんか寂しいなと思って、一人で、ねえ、一人でこう黙々と言ってんのも違うなと思って動画撮るかと、思いましてやったんすけどね。あ、疲れたら。出ねえ。敵が出ない。りょう 両、えー、これちょっと待ってこれ iPad 打ちづらいんですよあきた333何が3やもん了解3回してますかと回しえますか私ねもうねあのもう皆さんね キヨキヨは誤字が多いいいっててことを皆さんん理解したただいたんですよねなのでこれでいいですもん。うんまあ、重要な時はもちろんね、ちゃんと打ちますけども、記憶は5時が多いってことでもう皆さんもう分かっていただいてるんで。分かるかな分かりますこれ。はてなって送っときましょう。 おそらくかいさんも回してるんですけどね。かいさん今4300ぐらいっすかね、今。うん、すごいっすよね。えー、あ、まじ午前。午前は暑いんですよ。へえ。日曜日だから出ないとか、うん、あるんです、ですかね、と。 うん、これでいいんすよ。あるんです、P かね。うん、これでいいんすよ、もうこれで。うーん、全然敵が出ないですね、これ。いや、全然って言ったらね、またね、お前、キ々キ、またなんかランカーシャシャってるよ、ランカー気取ってるよ、みたいに言われちゃうんで。うーん。<laughs> ちょっと、ちょっと、ちょっと恐竜の話になってきましたけ今日、ほんと今日出ないですね、うーん。 日曜日だからです。金と泣き。えー、日曜日の午前どうですかね皆さん寝てるんじゃないですかねまだ。どでかみ飲みます。皆さんね、ちょ記憶をどでかみ飲みすぎじゃねいと思ったと思うんですけども、結構辛いんですよ。ずっと喋ってると。 本当に、あのー、ずっと喋ってると、本当に喉がカラッカラになるんですよ。うん、そうなんですよ。そうすしかも、一人でね、えっと、待って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 、全然敵出なくないですか、これ。え、どうしよう。え、この動画、無理な気がしてきたら、お蔵入りってやつじゃないですか。ねえ。今日は、馬刺しを買いに行こうかなと思ってるんですよね。近くのスーパーに。 多分売ってますよね。多分売ってるんですよ。あ、来た。1。1。よし、あと9回。あと9回。あと9、あ,9あ違う九回じゃないか。あと8回検索して出なかったらもうこの動画お蔵入りです。お蔵入り、お蔵入り。お蔵入り、お蔵入り、お蔵入り。送られるっすよ。うん。そうなんすよ。えー、っと、そうなんですよ。今日馬刺しをちょっと買,買いに行って、で、フムフムして、まあ、そっからは、まあ、作業しながらトラゲっすかね。 トロ上げっつっても、皆さん想像してるようなトロ上げじゃないんですよ。要は、これを作業している横にずっと置いとくだけなんですよ。で、で、こう、敵が出たら確認して、みたいな。で、私がクラクラで、あー、ちょっとゴーレムか。うーんー、ちょ、今検索してるんで、これが終わったら何しますね。で、こうね、作業している横に置,置いとくんで、クラクラできる時間がないんですよね、要するに。 別にクラクラ開いてるけど、クラクラやってないよみたいな。そんな感じですね。うん。だってできないですもん。だって何もするね。チャットぐらいしかないですからね。あ、本当ですかあ、ちょっと私も iPhone 見てきていいですか ?iPhone、iPhone ちょっと待ってください、iPhone。iPhone はどこだこれだ。およいしょ。ちょっとツイッター見ましょう、ツイッター。 ああでもつい世界の人々もやっぱ日本人ああ日曜ですよねやっぱね泣きと泣き泣いとこないとことりあえず泣いとこう,うん敵が出ねえこれほんとお蔵入りでお蔵入りやばい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 ,やばい今収録の何てうんですか収録の容量が今1ギガ超えましたね動画の容量が大変なことですよ アップロードするのすんごい時間かかりますよね。しかも、処理す編集とかすんのも、重々しいですよね。うわぁ。ああ、なんなんなん、ぐらいぐるちゃぐるちゃぐるちゃ。え、ほんとに出ない。あと8回でしたっけいや、無理でしょ、これ。あと8回で20分以上かかりますよ、おそらく。このペースだと。え、これさ、動画的にさ、ちょっと頼んますよ、クラクラさん。さ ククラクラのサーバーバさん頼ますよねこれあと8回とか言ってて残り1回オートロコイオートロコイバーンって言ってこう45とか来てくれたら動画的に神なんですけどねそんなことないっすかそんな甘くないっすか人生はそんな全てがドラマみたいにはいかないということですかねこれはもうしりとり終わってますからねはあ これはこれは無理だな。もう出ないとテンションが上がらないですね。あこういう時に例えばですよ例えば例えば質問コーナーみたいのをやって、えー、お便りを読みながらとろ上げしていくみたいなそういうのの方がいいですかね。私のこんなつまんないなんかダラダラ雑談よりも皆さんが質問していただいてそれに答えるっていう方が いいかもしれないですね。じゃあ、ということで、もしね、この動画がお蔵入りにならなかったら、コメント欄に何か、んか、なん,かなんか書いてください、なんか。よろしくお願いします。定期 <laughs> がちょっと出ない。ちょっと,ちょっと疲,れ疲れてきた。疲れた,た。疲れた。ああ。ああ <laughs>。ああ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 。あいあ。いあ。あ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 あ。 眠いんぐですよ。しかも今日聞いてください今日。今日ね、電気つけっぱなしで寝たんすよ。ね昨日ま2時ぐらいに寝たんすけど、寝たっていうか寝落ちしたんですよね。多分寝ながら YouTube 見てて、寝ましたね。ね、まあ、完全に寝ましたね。で、でそっから一回も起きなかったですね。普通私電気つけっぱなしで寝ると、12時に寝たとしたら4時ぐらいに一回起きて、うわ、電気ついてんじゃんっつって消すんですよ。で、また寝るんすけど、起きた。 今日は9時9時、えー、9時じゃないわ起きてからもうねえ泣いましたよね iPhone 見てうわもうこんな時間っていうで動画撮るかみたいな大変ですよマジででこうね電気つけっぱなし別にいいじゃんとかね、まあ、思う方もいると思うんですけども電気つけっぱなしで寝るとなんか体がだるいんですよ要は要はこうぐっすり寝れてないんですよね うわーせっかくの日曜日の朝台無しだわーみたいな出てねえしなんか馬刺し食いてえしみたいなうんいやこれ大変ですねこれ大変ですよねだって今今おそらく26分の動画じゃないですかこれんもうマックス村井さんの編集されている方とかすごいんだなと思いますね 今26分の動画で編集する気もううせましたもん。うわっ、26分万能みたいな。村井さんの動画も20分とかの動画、10分の動画とか結構多いと思うんですけども、すごいですね。さすがプロですよね。あの方たちは多分、プロですよね。もう、すごいですね。もうすごいですね。もうアマチュア、ね、無理っすね。ほんと無理です、無理です、無理です。無理 さて、どうしようかな。今日の予定、今日の予定ね。ね、この動画があと7回検索して、お蔵入りになりまして、そこからょっと馬刺し行くかと言って、まあ、ポポポポポっつって、買って、ポポポポポっつって、家帰ってきて、ポポポポポっつって食って、で、Twitter に上げて、うめえとか言って、うーん、そうですね。で、あ、違う違う違う、そうそう、まあ、そっか。で、よしって感じですね。今日は別に特に、 外出の予定もないんで一日中作業しながらクラクラを横にセッティングしといてゲームはしませんクラクラ横にセッティングしとくだけですセッティングしないと無理っすねもう無理っす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 え待ってこれマジマジのマジの送りラりこれ通信切れてないですよねこれ通信通信切れてなければいいんですけどね

あ、待ってください。じゃあ、キオキオの、えー、動画熱中度コンテスト。コンテストじゃないな。熱中度計測マシン。ということで。この問題を正解すると、あなたはキオキオ熱中度10%です。第一問。ででん。キオキオのタウンホールレベルは何ちっ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 ち。ででん。答えは タウンホール10でしたはい、えー、これを正解したあなたキオキオ熱中度10%ですではあ,あと7回あと6回ですか検索あと6回ですねキオキオ熱中度20%の問題ですででんー何でしょうあキオキオがチャンネル登録者3万人イベントに達成した時

一番微妙だな。難しくもなく簡単でもないっていう。えー、でれん。キヨキヨは夏の間動画を何時更新と設定したでしょうか。でで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 ちちち。五時。あ、正解です。正解です。キヨキヨ熱中度五十パーセントな問題です。でれん。キヨキヨが今飲んでいるドリンクの名前は。 どでかみ。要するにそういうことですよ。こう人の話を聞けてるか。やっぱこうね、あ来た。あと4回。つまんない人の話って聞かないじゃないですか。まあ私つまんないと思うんですけど。あ例えばこうね、興味ない人私が興味ない人誰だろうな。うん、まあ興味ない人の名前は興味ないから知らないですよね、もちろんね。興味ある人、例えば誰ですか例えば。 って言うとなんかまたね、キをキをワロたみたいな感じ言われちゃうんで、うーん、ま例えば安倍首相ね、安倍首相。安倍首相の話、今皆さん気になると思うんですけども、気になりますよね。興味なかったら聞かないですもん。あと4回。キをキを熱中度60%、あと3回の問題です。デディなんだろうな。なんだろうな。え ?70% でしょ、今。 あ、60? いや、70でいいや。めんどくさいから。70。えー、なんだろう。なんだろう、マジで。マジでなんだろう。なんだろう。難しすぎずっていう問題。あと2回。問題ですよね。キ清の。あ、わかったわかった。こっから難しいですよ。キ清の今の。 雷壁、雷壁、青壁の数はいくつでしょうかちュ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 ちこれはですね、ツイッターでつぶやいたんですよね、昨日。これな、熱中してますよ、あと一回。これ知ってたら熱中してますよ、京京に。正解は、60個でした。はい、まあ今62個ぐらいですからね、正直ね。うん。ツイッターでつぶやいた時点では60個。あ、きた。いや、もっともうちょい、まあそもうちょい。もう送り入りだ、この動画は。この動画送り蔵りだ。うん。 えっと、そうですね。キヨキヨ熱中度80%の問題です。えー。なんだろうな。なんだろうなんだろう。キヨキヨが iPad を購入した理由は <laughs> っち,っち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 。えー、私ですね、今まで iPhone6 でクラクラプレイしてたんですけども、 こういうトロ上げしていくとどうしても iPhone が拘束されるんですよね。そうなんですよ。iPhone がずっとこうトロ上げで雲を見てなくちゃいけないので、えー、iPhone でもし LINE とか Twitter、まあ、Twitter はパソコンとかでできる、まあ、LINE とかもできますけどね、まあ、手軽にできないじゃないですか。なので、iPhone が拘束されないっていう理由で、まあ、iPad を適当に変えましたね。はい。休業熱中度90%の問題です。これは非常に難しいですね。 うんうん。えー、熱中度90%。90%は本当に出ない人にしましょう。人が出ないぐらいの難しい問題にしましょう。8。8か。いや、どうよ。8、どうよ。8。別に星には取れますね。普通に。行くとしたら、 11時ですかね。隠してすら4連ありますよね、ここね。で、フリーズを隠してすら4連に打つ、打つとかね。まあまあこれやめよう、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 やめよう。今熱、ね、中度は90、ああ、パソコンパソコンパソコン。OK、OK、危ない危ない危ない。90%の問題です。デデン。あん。うーん。レグ。 9 0 9 0十9年中でント、これ絶対ね人が出ないようにしたいんですよ。清々がクラクラを始めた日は何日でしょうかちち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 答えはいくいなんとです、ね、まだ2年経ってないですよ。1年と 10ヶ月ぐらいなんですけど、まあ、約2年ですね。えー、っと、そうですね。1年と10ヶ月ぐらいですね、今。え、1 9月の、1年と11ヶ月ぐらいですかね。9月の、9月ぐらいです。私もわかんないです。これ知ってたら、変態です、これ。私のクラクラ始めた日知ってたら変態です。変態ですよ。私知らないですもん。調べてないですもん。うん、そうですね。じゃあ、気を気を熱中度。 100%の問題でございます。うーんー、清々の熱中度 100%? さっきの100%だな。じゃあいきますよ。あ、これは答えられるかもしれないです。でも、えー、答えられる人はわごくわずかだとは思います。あーでもどうだろうな。ちょっと簡単だな。まあいいや。清々がクラン戦を攻めるときに必ず、まあ、実況している以外はで、 聴いている曲の名前は次のうちどれ ?1AKB48 ポニーテールとシュシュ2ゲスキワの私以外私じゃないの3私ちょっと曲名知らないですよね3 ポケモンの戦闘 BGM444 えー、なんでしたっけあのトゥドゥトゥドゥトゥドゥドゥドゥ,ドゥジュジュアクションワクションジューージューージュージューュ,ジュ,ジュ,ジュってやつウォーウーフォー,ーイエイエイエイイみたいな イエーイイエーイトルちゃパラパラドーパパラパピピポピポテスそれ4それ5情熱大陸の BGM さあどうでしょうかこれはちょっとね際どいのが2つありますよねポケモンと情熱大陸じゃないですか正解はジャ,ジャガ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 ジ,ジャン 情熱大陸でしたー。いや、まあね、そうなんですよね。あのー、私じゃあ行っちゃいます行っちゃいますこれ、この話。情熱大陸をまずかけるんですよ。でららら、じゃん。ちょるちょるちょら、難しいな。ちょるちょら。

もう一度検索二周しました、ザオリーさん。もう一度検索出てないですよね。もう一度検索出るのって10分ぐらい敵が見つからなかったらですかね。ちゃ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 。あ、やばいやばい。歌うとなんか今最近の YouTube の著作権システムで鼻歌までもけん検知してしまうっていう、ええー、みたいな機能、機能っていうかそのシステム上であるらしいんですよ。なんすかそれ。別に鼻歌って著作権違反じゃないですよね。 著作権案いや、前調べたことあるんですけど、確か。多分違いますよね。う,ん、うん。そうですですよね。もうちょっとこれ、おく入りじゃん。おく入り確定。これはおく入り確定ですよ。ええー。じゃあ、ということで、もうね、40分、もうすぐ三今39分30秒。四十ね、もう40分になるので、 ああもうね、さすがに、さすがに終わりましょう。ね、さすがに終わりましょう。お蔵入りです。この動画、お蔵入りということで、皆さん、この動画を見るのでしょうか見ないのでしょうかネタとして、動画に上がるのでしょうかそれは、未来の究極が判断することでございます。最後まで、この動画を見てくださった方、コメント欄に、記憶を書 バンザーイとコメントしてください。最後まで見、見れた方がどれだけいるのか、ちょっと見たいです、見たいです。えー、この救急遽バンザーイという、あ、もう暗号はですね、もうこれは、あの、この、この動画を最後まで見た人しか与えられない称号です。皆さん、この称号を獲得してみてはどうでしょうか。ということで、なんか、すいませんでしたね。はい。敵が出ませんでした。敵は出たんですけどね、オートロ出ませんでした。こっしょ。 ありがとうございました。